レーパパレは日本の競争馬である。主な勝倉は2020年のチャレンジカップ、2021年の大阪杯。場名の由来はハワイ語で帽子の縁の周りに飾るレー。母なより連想。2017年1月28日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。 一口橋法人キャロットファームから総額6000万円で募集された。ノーザンファーム空港で育成の後、立党の高野智和9社に入級した。デビュー戦として1月11日に京都競馬場で行われた三歳新馬戦に川田正宮美,美安城一番人気で出走。レースでは二番手追走から楽に抜け出すと最後は二着。 ホワイトロッチに2場審査をつけデビュー戦を勝利で飾った。その後、休養を挟み6月6日に、半身競馬場で行われた3歳、以上一勝クラスに出走し、レースでは、道中中段を追走すると、最後の直線で2着、オーマイダーリーンとの競り合いを制止2勝目を挙げた。続く、糸井川特別でも、後一位追走から直線で鋭く、足を伸ばし、 二着カントルに2羽審査を付け優勝し、デビューから無傷の三連勝とした。秋に入り、陣営は10月18日の週刊賞に出走登録を行った。登録段階では抽選対象であり、主戦の川田は週刊賞でリアアメディアに起乗予定のため、出走できた場合クリストフルメールとのコンビで参戦を予定していたが、4、6の抽選を外し除外となってしまう。 そこで、同日の大原ステークスに引き続き、川田とのコンビで出走。コースタートから花を奪い逃げると、直線でも脚色は衰えることなく、後続に二場審査をつけ解消、無傷4連勝でオープン入りを果たした。自走には、重賞初挑戦となる、チャレンジカップを選択。ビルシーナの子で、本年の新潟記念を制したブラバスラを抑え単勝1.6倍の、 圧倒的一番人気に支持されると、レースでは二番手追走から四コーナーで先頭に立つと、最後まで押し切り、二着ブラバスに一馬身反差をつけて優勝。無敗で重賞初制覇を飾った。3月2日、休養明け初戦として4月4日の大阪杯に出走することが、所属先のキャロットクラブから発表された。このレースには、前年無敗でボバ三冠を制した。 コントレールや、昨年の最優秀短距離はグラナ・レグリアも出走を表明しており、当日は、その2頭と、サリオスに次ぐ4番人気に押された。レースではスタートから花を奪うと、前半1000メートルを59秒8の流れたペースで、通過。4コーナーから直線に向くとタバが同馬を捉えに、かかったが差は縮まらず、逆に突き放して2着モズベドに4馬審査を付けゴール。 無傷6連勝で GI 初制覇を成し遂げた。6戦6勝でのコバ混合 GI 制覇は、史上3頭目、6戦目が GI 初制覇となったのは、史上初の記録となった。5月12日、フランスギャロより他の日本馬五頭と共に外戦文章へ登録したことが発表された。無敗で挑んだ6月27日の宝塚記念は2番人気に押される。レースは、 道中2番手につけそのまま直線を迎えると、黒のジェネシスに交わされ、一度は交わした、ユニコー・オンライオンにも差し返され3着に敗退。キャリア7戦目にして、初の黒星となった。その後は、休養に入り、オールカマーで復帰する。一番人気に押されたが、道中2番手からややかかり気味での競馬となり、最後に後続にかわされ4着に敗れた。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。